はい、どうもこんにちは、たかしでございます。今日もね、ゆるゆるっとカメラについてのお話とかをねやっていきたいと思います。ではね、今回何のお話をするかって言いますと、キャノンのね EOS R っていうミラーレスの一眼レフがあったかと思うんですけれども、そちらがなんとですね高画素機となって、キャノンからまた発表があるんじゃないかっていう話題がね、今、まあ、話題というか噂ですねがこう上がっているという状態ということで、それについてねどんな噂が立っているのかっていうのをお話ししていきたいと思います。ゆるフォト。はい、というわけでね、改めまして、今日もやっていきたいんですけれども、だいぶでも引っ越しの準備っていうのが整いつつありまして、本当段ボールにねこうくるまれながら包まれながら生活をしているんですけど、もうねここ10年ぐらいこの中野の町に住んでいたので、ちょっとね寂しさっていうのも同時に込み上げてきたりしているんですよね。なんかちょっとね時間があれば Vlog 的なのじゃないんですけど、まあ、お散歩をしながらね中野の町並みを上げたりとかする動画もね作っていければなと思っております。はい、というわけでね、今日の本題、 EOS R の高画素機ということなんですけれども、これもね、2月末の CP プラスとかで披露されるんじゃないかなっていう噂が立っているんですけれども、まあ御三家と言われるソニー、ニコン、キャノンの中で高画素のミラーレスを出していないのがキャノンだけなんですよね。でキャノンに関しては EOS R という、まあ、スタンダードな機種が3000万画素っていう画素数で出ているので、まあそんなになんていうのかな、高画素機にこだわらずとも高画素欲しいなっていう人でも、まあ、ギリギリ許せるかなぐらいのラインで、戦っているところなので、これはこれでね一つの戦い方なのかなっていうふうには思っていたんですけど、ついにね、高画素機の発売が噂され始めたということで、多分ね発売はされるんだと思うんで、あとは時期だけの問題なんじゃないかなと思います。でね、これがねスペックがすごいんですよ。すごいのがやっぱりね画素数、ソニーの α7R4、 今この撮ってるカメラ α7R4 なんですけれども、これが6100万画素で、 EOS R の新型の高画素機っていうのが7500万画素で来るんじゃないかなっていう、そんなね噂が立っているようで、でそうソニーとキヤノンでね、まあ、どれだけ写りに差が出るのかっていうところはね、このねレンズの差かなと思うんですけれども、幸いねキヤノンはまだこうミラーレスが出て日が浅いので、そういう意味で新しいレンズ、最新のノウハウを詰め込んだレンズっていうのがリリースをされている状態なので、ソニーのねこの6100万画素よりもね、もしかしたら解像感的には優れた感じになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、正直もう僕いろいろ試した感じだと、まあ画素数イコール解像感じゃないんだなっていうのは分かったんですけど、この画素数とね高解像のレンズっていうのが合わさった時はね、ものすごい解像感っていうのを示してくれるんじゃないかなと思っています。でどうやら今回のこの EOS R の高画素機に関してはダイナミックレンズっていう、なんていうのかな、黒つぶれとか白飛びっていうのが起こりづらいカメラをダイナミックレンジが広いカメラっていうんですけれども、その点にね特化させて、この EOS R の高画素機が作られているんじゃないかなという噂が立っておりまして、もうこのねダイナミックレンジ、昔からねこうこのダイナミックレンジの広さが広いカメラが好きみたいな人がすごいいて、で当然そのカメラで撮った写真って素晴らしいんですよね。で暗く撮っても、ライトルームとかで起こせるし、白飛びなんかもねすごく防止ができるんで、これはね非常に優れた点になってくるんですけれども、まあ、そこにねこう注力をしてセンサーの開発をしているということなんで、キヤノンの中でもね結構すごいカメラとしてねなってくるんじゃないかなと僕は思います。でね EOS R で結構言われていた問題点っていうのをおそらく次のカメラでは解決してくると思うんですよ。で具体的に何がこう問題点だったかっていうと、この例えばねこのマルチファンクションバーっていう謎のみんな使えねえよ使わねえよって言われているものがついていたりとか、スロットがシングル、まあ、1つしかメモリーカード SD カード CF カードを挿すことができなかったっていう機構だったので、ここがね改善されて、おそらくね CF ファスト
の二枚差しになるんじゃないかなっていうふうに言われているんですけれども、そんなところはね改善されると思います。このねマルチファンクションバーに関してまた新しい何かがねきっとついてくるんじゃないかなと思うんですけど、なんかねハマるうまいものがあれば、うん、いいのかなと思います。この EOS R にね搭載してしまったがために、この中のプログラムっていうのかな、ファームウェアでこのファンクションバーっていうのを維持したりとか改良したりとか、あとバグを潰したり、まあ、新しい機能を追加してなんかそこでぐちゃぐちゃってなってうまく動かなくなっちゃったりっていうのをねずっとね制動していかなきゃいけないっていう、ね、負の遺産になってしまうんでね、その辺どう対応してくるのかっていうのがすごく見どころなんじゃないかなと思います。多分ねあのソニーとかのいいところっていうのはそういうところがすごくすっきりシンプルに、逆にもう変な冒険をしないで、まあ、こう操作性とかっていうのを統一させて、ボタンとかもね統一させて作っているので、そこら辺のファームウェア関係のね作り方っていうのは非常にね、なんていうのかな、シンプルでいけるような作りになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今後ねこれもねああしたいこうしたいっていうのを詰め込んでいくとね、ファームウェアがえらいことになっていって、またバグがね発生しやすい状況みたいになっていくと思うんで、これね、キヤノンさんどういう風な感じで攻めてくるのか。でソニーとかニコンに関してもね、多分今のままじゃ満足はしてないと思うんですけど、次の一歩をねこう踏み間違えないようにしていかなきゃいけないと思うんで、そこら辺をねどのようにしてくるのかっていうのがすごい見どころなんじゃないかなと僕は思っています。で他に噂されている点としては、リジックの9が使われているっていうのですとか、あとバリアングルモニターで、防塵防滴なんかが打たれるんじゃないかなと言われています。でねその他にこの EVF っていうのがねすごく大きくなっていて見やすくなっているといった情報ですとか、で僕が一番注目しているのは EOS 1DX Mark III のこのジョイスティックというか AF ボタンっていうのがねそのまま継承されるようなんですよ。なので、例えば直感的にオートフォーカスの場所を合わせながらオートフォーカスボタンを押したいとかっていうことができるようになる。今こうジョイスティックとオートフォーカスボタンが離れて2つある状態だと思うんですけど、これが一緒になることによってまたねよりスムーズなオートフォーカスの動作っていうのを行えるようになるんじゃないかなと思います。これもね感度設定とかもできるんで、自分なりのカスタマイズっていうのは当然できるようになってると思うんで、そこら辺のね、使い方のさじ加減を自分の中で整理していくとすごい伸びてくるポイントなんじゃないかなと思うんですけれども、これね他のメーカーとかも追従してくんないかな僕いつも思うんですよね、このなんか2つ分かれてることになんか意味があるんだろうかと。当然この些細な親指の動きでオートフォーカスを合わせながら場所を指定するみたいなことになるんで、何かが起こっちゃう可能性はあるんですよ。ちょっとずれちゃうとかね、まあ、ただそこら辺はね使い方とか慣れ方次第でいくらでもどうにでもなるポイントじゃないかなと思うんで、なんかこれ全メーカーに広がってくれたらいいのかなと思うんですけど、特許的になんかあるんだろうね。だと連射枚数は EOS R ぐらい、まあ、8枚から9枚程度っていうことで予想がされています。このね高画素機と CF ファストの、まあ、書き込みスピードでどれくらいの速度が出るかっていう問題と、あとはメカシャッターを使う部分があると思うんで、メカシャッターでどれぐらい早く切れるのかって2つのね軸があると思うんですけど、おそらく7500万画素だと書き込みとか、あと JPEG を作るんであればこの JPEG を作る速度っていうのはね非常に問われるんじゃないかと思うんで、そこら辺がね、この連射枚数の大きなポイントになってくるんじゃないかなと思います。でね皆さんこのね EOS RS なんじゃないかと言われているこの高画素機なんですけれども、皆さんいくらぐらいで登場すると思いますかね。僕はね、正直普通の他の会社よりもちょっと高めで出してくると思います。もう値段で言うと42万とか3万あたりで来るんじゃないのかなと思っています。でソニーもね、ニコンもだいたい例の D850 の価格帯ですよね、36万でしたっけ8万でしたっけ、そのぐらいの価格帯で、まあ、購入するとき34万とかそのぐらいで購入ができるという、このぐらいの価格帯が最近のこの高画素機のトレンドなんですけど、多分ねそれをちょっと超えてくるんじゃないかなと思います。で基本的にキヤノンさん商売が上手なので、まあ、その競合するとこに無理やりね利益を削ってまで突っ込むかって言われると、まず高画素っていうところの一つのメリットがあるんで、多分競合はさせてこないんじゃないかなと思うんですよね。そうすると多分
40万前半が狙い目なんじゃないかなと思います。でね、この EOS R の Mark II みたいな、これもね結構噂が立っているんですけど、これもね多分改善できる点ってもうそんなになくて、まあ、これすげーっていうポイントってないと思うんですよ。多分今お話ししたこの EOS R の高画素機と同じようなポイントを回収してきて、で画素数はそのままみたいな、で値段がちょっと抑えめっていうねところに落ち着くんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう意味ではね、この飛び道具として、機能するであろう EOS RS、まあ、高画素基盤の EOS R っていうのはね、注目かなと思ってます。撮ってみた感じね、やっぱりねキヤノンさんのレンズって素晴らしいんですよ。当然重たい、大きいんですけど、それはちょっと置いといて、ただ写りっていう面で言うとね、本当に素晴らしいと僕は、EOS R で試した感じで感じたので、このね高画素機っていうのの能力をどれだけ引き出していけるレンズなのかっていうのをね、これで試されると思うんで、ぜひねこの α7R4 とかね、そういったものに最新のレンズをつけたものとこの EOS R で比べてみたらね、面白いんじゃないかなと思います。ただね、ソニーが言っていたんですけれども、携帯電話で1億画素って必要みたいな、センサーサイズとこの画素数っていうのは密接な関係があるみたいで、やはりねこのセンサーサイズちっちゃいのに画素数だけ上がっていく状態っていうのはね、あんまり好ましくはないみたいなんですよね。これがね多ければ多いだけいいのかっていう問題ではもうないので、そこのところのブレイクスルーっていうのが一つ、技術的なブレイクスルーっていうのは起きているのかっていうのが、このカメラの能力っていうのを左右する一つのポイントなんじゃないのかなと思います。やっぱりね、適切なセンサーサイズっていうのがあると思うんですよ、画素数には。なので、ブレイクスルーが起きたとしても、多分ねセンサーサイズにはセンサーサイズなりのものがあって、当然ブレイクスルー起きてるんだったら中盤使えばもっといけるみたいな、そんな話だと思いますし、逆に画素数を増やさなければそれだけいい絵が撮れる可能性っていうのがあるっていうことだと思うんですよ。なのでね、そこら辺この難しいんでしょうけど、物差しっていうのをね我々もしっかり設けて、これがいいのか悪いのかっていうのを判断した上でカメラっていうのを選んでいく必要があるんじゃないかなと強くね感じました。僕もねいろいろこう機材を比較して検証していくのが好きなんでね、今後もねぜひやっていきたいと思いますんで、ぜひねチャンネル登録なんかをしていただけると、いろんなね動画で皆様に情報をお届けすることができると思いますんで、よろしくお願いいたします。その他ね、インスタグラム、ツイッターなんかもねやっておりますんで、ぜひね登録をいただけると嬉しいかなと思います。これもね不定期な更新になっちゃってるんですけど、もっと頑張ります。とりあえずね引っ越しがね重たいんですよ。通常業務やって動画やってで引っ越しの作業っていう、引っ越しって物詰めればいいだけじゃなくて、例えば電気屋さんじゃないな、東京電力に電話して電気の切り替えをしたりとか、ガス屋さんに電話して水道局に電話して引っ越しの処理をして、でまたこう引っ越しのね業者を契約したりとか、で引っ越し先との契約あったりとか、でそれに伴うね必要なものとかあるじゃないですか。今までこの蛍光灯がついていたけどついていないとか、そんなねなんかいろいろぐちゃぐちゃってしながらね、このね1月末を過ごしそうな感じがしておりますんで、でも忙しい中ですけどね、こうやって動画はしっかりと更新していけたらと思いますんで、よろしくお願いします。では、本日の動画以上になります。バイバイ。